さて、これで邪魔者はいなくなった。団蔵、そろそろ本番と行くか。うちはサスケか。サスケ、お前は下がっていろ。巻き込まれれば死ぬぞ。さて、どれほどか見せてもらうぞ、サスケ。貴様を始末する前に、一つお前に聞いておきたいことがある。なんだ？お前を含む木の葉上層部の命令で、内杯たちに俺の一族を抹殺させたのは本当か？本当かと聞いてるんだ。あいつはそんな男ではないと思っていたが、いたちめ、死に際にすべて喋りおったか。やはりお前だけは特別だったようだな。本当だったってことか。自己犠牲、それが忍びだ。日の目を見ることもなく影の功労者、それが忍び本来の姿。イタチだけではない、多くの忍びがそうやって死んでいった。そういう者たちのおかげで平和は維持されてきたのだ。だがお前に秘密を明かしたイタチは、木の葉に対する裏切り。それ以上イタチを語るな。そうだな、これよりは目で語る戦い、言葉は不要だ。戦闘開始。ただの小僧ではないというのか。なぜこんなゴミの命を残す必要があったというのか。イタチ、イタチ、こいつはお前の唯一の失敗そのものではない。腰を凌駕する。エントン・ダグッホー、エントン・ダグッホー、アマテラス、イガム、イナブ、もらった。ここからが目で語る戦いで、憎しみを手当たり次第にぶつけたいだけだ。地下一族の犠牲を無駄にしている。ニトン・ニトン連覇、ニトン・アマテラス。
染まるその姿がお前にはお似合いだ。勝負あり。わかったか。俺の絶望はお前。これが目で語る戦いだ。ウチャをなめるな。自己犠牲を語ったお前が人質とはな。自分の命が惜しいわけではない。この葉のため、忍びの世のため、わしはこんなところで死ぬわけにはいかん。どんな手を使っても生き延びる。この女はそのための犠牲だ。動くな、カリン。人質ごと。兄さん、まずは一人目だ。うちは…カリン、人質に取られるようじゃ足手まといだ。逃げられると思うな、団蔵。忍びの世のため、この葉のため、お前らは決して生かしておけぬ。これは裏勝負じゃ。サスケ、団蔵から離れろ。ヒルゼ、結局わしは火影にはなれなかった。どこまで行ってもお前には追いつけなかったよ。お前は光を浴びる子だ。俺は闇の中の根。こんな俺をどう思う？なあ、ヒルゼン。どうやら己の死に際で発動するように道連れの封印術の術式を組んでいたようだ。危なかったな。次だ、木ノ葉へ向かう。